おはようございます。おはようございます。斉藤です。はい、本日ですね、はい、ビアゲインビレッジに来ております。久しぶりの久しぶり、はい、ビアゲインに来ております。はい、前にねビアゲインビレッジの動画出してるんで、そっちの方あの概要欄に書いてますので見てもらえたらと思うんですけど、あのお友達のキャンプ場なんですけど、うん、クラフトビールが飲めるバーがついてたりとか、すごいキャンプ場なのよね。美味しいんですよね、うん、これが。そう、今ね隠れちゃってますけど、めっちゃ富士山も見えるし、うん、ここ芝生もすっごい綺麗だから、本当にこんな絨毯みたいなね、うん、芝あんまりないです。2個目大喜びだった。貸し切りキャンプ場なんで、うん、基本的には一組限定の、一組っていうかあの大勢で撮ったりするのはいいんだよね、確かね、うん、ですよね。11月からはそのリミットの会議、お、なんか11月からはいろんな人たちがいるっていうのも OK だし、3万円以上だと貸し切りができる。なるほど、11月からはなんかまたルールが変わるらしいです、うん、今聞いたら普通のキャンプ場として機能できるみたい、ぜひチェックしてみてくださいということで、うん、今日は突撃斉藤夫婦番外編テントじゃないんですけど、番外編やべえのがあるんで、やばい、ちょっとぜひ見させてくださいということでお願いしました。早速じゃあ行ってみましょうか。レッツゴー。それでは今日突撃させていただきますお方はこちらのお方でございます。どうぞ。どうも。どうも、コウスケです。コウスケさん、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、嬉しいっす。いや、こちらこそお久しぶりです。ご無沙汰してます。今日遊びに来てるビアゲインビレッジの、はい、勝又家という YouTube チャンネルも、そうですね、 YouTube チャンネルやってますので、はい、やってますので、ぜひそちらももしよかったら、はい、概要欄の方からチェックしてみてください。ありがとうございます。もう背景見てわかるかと思うんですが、うん、チャンネルもねこういうトレーラーの、そう、キャンピングトレーラー系 YouTuber って言った方がいいのかな、はい、そうだね、はい、やってますので、うん、ぜひぜひちょっとねキャンプとは違う世界ですが、もうすごいからさ、もうキャンプに疲れた皆さんキャンピングトレーラーお手頃なんで待ってるよと、本当に待ってるよとお待ちしてるね。たくさんレビュー動画あるんで、わかりました、見ていただけたら嬉しいと思います。ありがとうございます、はい、じゃあね今日はこちらのコウスケさんの、新しいキャンピングトレーラーを、うん、ちょっと変えたんですよね最近ね。変えました、ヨーロピアンからアメリカンにですよね、はい、新しくなったということで、うん、中を見させていただけるというお話でございます、ええ、はい、やばいっすね、ここね初めてあの富士山が見える日に来ました。確かに今ちょうど隠れちゃったけど、ね、ちょっとね頭がね隠れちゃったけど、うん、見えると本当にでっかく見えちゃいます、ね、すごいね、はい、この芝のこの広さ、うん、これをね貸し切りとかで使えるということで、めちゃくちゃいいと思いますね、うん、で、ね、夜もバーでね、はい、飲んだりとかもできるし、そうだよね、うん、あの子供が遊べるスペースもあるし、そうスペースもあるし、うん、ちょっとだからキャンプとこう、はい、大人の遊びの中間ぐらいのところにいるかなっていう感じですね、はい、うん、RV パークもついてて、そうだね、うん、車中泊もできるんでね、ぜひぜひチェックしてみてください、はい、ありがとうございます。お願いします。ということで、では早速ちょっと見ていきたいんですけども、ええ、まず、はい、なんかあれコウスケさん、はい、ヘッド車も変わった。ヘッド車もねそう変わって、はい、視聴者さんがちょうど売りますという、ええ、うん、あのことだったん で、はい、でそれ僕売ります動画っていうのを撮ってたんですけど、うん、編集してたら急に自分が欲しくなっちゃってなるほどあれと思って、うん、これ安いんじゃないのかなということで購入させていただきました、はい、セコイアですね。セコイア、はい、2012年、ただ顔は、前回の、フルモデルチェンジした前のバージョンになってるっていうことで、うん、ちょっと僕も詳しくないんですけど、はい、顔はなんかかっこいいですよね。確かに、はい、逆輸入トヨタですね。そう、中古の逆輸入ですね、はいはい、なんで走行は不明です。おお、そうなんだ、はい、でもね、うん、いくらでも走りそうですけど。そうですね、まあトヨタなんで、はいはい、走ってくれると思います。これは5700ですね。すごいな。すごい。でもともとランクルのね70っていうので、はいはい、あの11人乗りのトゥループキャリアっていうのがあるんですけど、うん、それで引っ張ってたんですけど、珍しいやつだよね。珍しいやつ、うん、だけど子供が6人いるんで、はい、なんでやっぱり大量に乗れなきゃいけないと、うん、いうことで、あのその車乗ってたんですけど、うん、やっぱねアメリカンが重すぎちゃって、はい、本当にこう振られちゃうというか、うん、ヘッド車も持ってかれちゃいそうでずっと怖いなと思ってて、っていうことでこちらね3トン近いヘッド車に変えたと。なるほど、いう感じの流れですね。何人乗りなんですか？これは7人乗りですね。あ、7人、はい、なんでちょっと8人家族なんで誰か1人行けないんですけど、はい、まあでも一番上はもう結構大きいからね。もう全然来ないんで、うん、はい、テレビが4台もあるって言ってます。あ、じゃあちょっと見てもなんかいいですか？なんかねプラチナムっていう最上位モデルらしくて。お、すごいな後ろも。確かに、はい、あのここ、ね、ジャスラ斉藤夫婦を見ながら
いや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 、また僕たちは旅をしております。すごいっすね。はい、全部川だしね。そうなの。お、素晴らしいですよね。いい感じです。木じゃねえよ。タイヤでっかいな。タイヤもでかくて、ちょっとこれね、うるさいですね。あ、これはだから変えようと思って。マットタイヤだからね、うん、マットタイヤって言うんですね。そうだね。そう、これがすごいうるさくて、頭痛がしそうになっちゃって。はいはいはい、ゴーって言うよね。そう、これはちょっともうちょっと静かなタイヤに変えていこうかなと思います。はい、はい、そしてこれが、はい、トレーラー。トレーラーです。何メートルあるんですかこれ。これは8メーター90 あります。で、横幅が2メートル50。もうあれですね、うちのこの感じ全長がもうこのトレーラーで、ね、確かに収まってますね。収まってるっていう、もう本当に家を運ぶっていう感じで、はい、こっちの重さはどれぐらいある。こっちは 2.5 トンです、ね、おーすごいね、うん、すげー。で、なんていうなんか名前、エアロライト、ボーズマンっていう、うん、メーカーのエアロライトっていうボーズマンやつらしく、ただあんまりこれ日本で入ってるやつが少なくて、はい、日本でも2台ぐらいしか種類がないらしい、はい、日本だとジェイコとかって言われてるのが有名なんだけど。ジェイコはなんか知ってます、聞いたことあります、うん、なんですけど、これはちょっと輸入車、並行輸入みたいな感じで入れたみたいですね。すげえ、はい、へえ。もうちょっと入り口も2つあるですけど、そう、入り口が2つあって、こっちからはあのリビングの方に入っていけて、はい、ここからは、うん、ここはもうちょっと開けちゃうとすぐにトイレっていう。うわすごい。あのここでキャンプしててトイレだけ行きたい時にそっち行くしかないと、リビング通ってこっちに行かなきゃいけないんですけど、うん、ここはもうトイレだけ使う時に、うん、トイレ行けるよって。お風呂もある。そう、お風呂もだから子供とか泥だけになったらここで足洗ってそのまま中入れちゃうっていう感じもできると。完璧ですね。ただちょっと問題は、はい、こっちでママが用足してる時に鍵かかってないと開けちゃうとワオーってことね。そういうのはあると。そういうことはちなみにあったんですか。ありましたね。あったんだ。それだけ注意ですね。なるほど、はい、ただめちゃくちゃ便利ですこれ。すげえ、そのための扉っていう。そう、トイレだけ行きたいっていう時の。へえ。でタイヤもダブルで。タイヤもそう、ダブルタイヤ、二軸っていうやつですね。二軸。へえ、はい、そんな感じですね。なるほど、はい、ちょっと中入ってみますか。あ、ぜひぜひ、はい、どうぞ。あ、入って、はい、お邪魔します、はい、ハローハローソンです。もうそこだね、そこで寝てもらって、はい、すごいやばいよ。これがですね、今内装なんですけど、電気つけた方がいいかな。あ、すげえ、もうすごい、うわやば。で、これがですね、はい、あのスライドアウトっていう機能がついてまして、はい、うん、今このリビングが外に出ます、はい、ちょっと子供っち一回、子供っち、子供っち、方言だね。子供たちってこと。はい、子供たち。じゃあ行きます。はい、スライドアウト、オン。おおおお、動いてる動いてる。え、どうなってんだ。おー、飛び出た飛び出た。結構行っちゃうんです。遠くなった。おー、はい、これでスライドアウト完了でございます。めちゃめちゃ広いじゃん。もうここのスペースがね、一気に、やっぱり子供が6人8人家族っていうことなんで、うん、やっぱりこれぐらいのリビングがないとちょっとしんどいんだよね。なるほどね、うん、そっか、8人だもんね。そう、すごい。いや、広いね、これは。これは広いっすよ。で、こっちがキッチンになってて、はい、ここが2つ、はい、シンクがついてるという感じで、うん、おそらくあのキャンプの松山家のまさくんたちはこれぐらいのキッチンで年間、はい、多分生活してたんじゃないのかなっていうぐらいの、多分同じぐらいのサイズだと思うんだよね。で、ここに三つ口の、お、すごい、3つもある。そう、コンロがついてる。これはすごいわ。すごいね、うん、で、電子レンジがあって、はい、で、ここオーブン。オーブン。パンとか焼いたり、ピザとか焼いたり、はい、できちゃいます。で、冷蔵庫がでっか、こんな感じで、でっか家だ。冷凍庫も、マジか、ついてます。はいはいはい、これは夢があります。これはもうね、家だよね。家で、リビングが、リビングがね、ちょっとね、うん、狭い。
そうなんだ。まあ5人ぐらいしか座れないから、8人はね、座れない。まあ団らんするにはね。そう。なんでまあみんなここら辺で地べって、はい。たりとか、うん。っていう感じですね。で、後ろに42インチぐらいの、そんなでかくないか。30インチぐらい、32インチぐらいか。うん。テレビがついてて。テレビも。これで、はい、脱サラ斎藤夫婦を見ながら。いや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 。いつも僕たちは、旅をしてます。なるほど。はい。で、後ろがね、うん、セミダブルの、3段ベッド。3段ベッド？そう。そうなんだ。すごい。ほんとだ。下も寝れる。120かな。ただ、長さはね、そんなにないんだけど、うん、下も寝れて、はい、やっぱりこれがないと僕たちね、8人就寝できない。だね。だよね。で、なおかつ、なにちゃんちょっといいですか、うん、せっかく残ったけど。これはね、動くんすよ。え？動いて、うん、いきます。はい。おー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 。まさかので、後ろに扉がね、ついてるんですけど、はいはいはい、すげえすげえ、わかんないかな、当たっちゃってるよ、うん、大丈夫かな、あー、これも上がる、動いた、一緒に、そう、ラインドか、もうね、ボロボロなんですけど、はい、で、こんな感じになって、うん、後ろから自転車を積んだり、うわあそこ空いて、なんか結構大きい荷物を入れたりすることができて、はい、なおかつ子供部屋みたいに使われて、ここにテレビがつくんですよ。うわー。で、ここにテレビのもチューナーとかもあって、はい、ここで子供たちが座って、子供部屋じゃん。テレビも見れるみたいな、子供部屋だ。環境に。でもできます。で、ここさっきのトイレ。そう、さっきのトイレ。はい。で、広っ！広い。広っ。今度またウォシュレットもつけようかなと思って、あ、そうなんですね、そう、アメリカも水が大量に使えるんで、これシポシポで、そう、シポシポでやるっていう、流す、うん、すげえ。で、シャワーも本当に11回ぐらい使ってもまだ全然200リットルぐらい、すごいね、うん、使えるんで、本当に家族8人で2泊3日ぐらいはいけちゃう、本当2人だったら4泊とか5泊とかはもう水は全部持っちゃうっていう。水も電気は、電気は、僕は今リチウムバッテリーを、はい、2本400アワーアンペア、はい、アペアワーかな、うん、積んでるんで、エアコンは、1日ちょっとぐらいは。なるほど。いけるかなって。この季節だったら全然いける、ね。いらないね。で、逆に FF ヒーター、ガスで温まるんで、うん、ガスで温めちゃえばもう全然、もうエアコンは使わない。なるほど。で、また、まだこちらにお部屋があるんです。すごい。こっちからもいけるか。こっちからもいける。あ、ベッド。こっちがマスターベッドルームですね。でかー。これはキングサイズ。すごい。ちょっと寝てみてもいいですか？あ、みんな寝てみる。すごい。こんな感じで。あと一人ぐらいは子供だったら、そうだね。寝ちゃう感じ。4人いけますね。そう、4人いける。ほとんどなんか5人寝てる時ある。みんなママがいいから。で、ここも木の扉がついてて、うん、これで、こう閉まるよ。ああ、ドアが。おお、もう。になってる。完全に部屋ですね。そう。で、開け、そうすると、ここにまたテレビがつけられると。おー、そういうこと。ここにテレビがつけれるところがあって。あっちにも。そう。だから、3つもテレビ、どんだけアメリカ人テレビ好きなんだって考えると。ほんとに。すごいね。で、収納が上で。そう、収納が上にもついてて。ここにも収納。ここにも収納。こんな感じだね。ここも。こっちも。はいはいはい。すごい。はい。そこもあるね。洋服とかだ。うん。すごいね。こんな楽しいね。これは楽しいよ。そうなんですよね。ああ、ちょっと、ただ、斎藤夫婦の中でいきなりこのトレーラーが出ちゃうっていうのがね。うん。これちょっとやりすぎじゃん感は。もっといろいろ種類あるんですよ。はい、はいはい。これはもうでも日本でも多分牽引する中での特大サイズで。2番目に。そう。僕たちも家族が増えるたんびにこれ4代目で。うん、でもさ、映像でしか見てないですけど、コウスケさんのチャンネルで、うん、もっとでかいのがこの間やってなかった。フィフスね。うん、あれ長さはね、ほとんど一緒で。あ、長さは一緒なんだ。高さが3メーター80ぐらいあるっていう。っていうやつ。確かにこれでも、もう、ね、上伸ばせるもんね。うん、これでも全然大丈夫だね。うん、まあ、アメリカ人が使うからね。2メートルちょっとあるのかな。ちょっとあるのかな。うん。うん、そんな感じですね。すげえ。こっちも入ってないよ。へぇー。でもさ、これ何ですか？これは、うん、あ、そう。いい質問ですね。お。これはですね、うん、Bluetooth が繋がってて、うん、まあ、ラジオとかも聞けるんだけど、はい、スピーカーがリビングと、はい、ベッドルームと、うん、そんで外。うん、3箇所ついてて、
それで音楽とかを流すと外でも聴けるし中でも聴けるし、で切り替えもできるっていう、なんだよそれっていう感じっすね。すごいじゃん、すごいね。アメリカンはでも大体こういうのがねついてんだ。ついてる、本当にね遊び心がねやっぱりある。うちのトレーラーついてないけどな。つけましょう。ブルートゥースつけましょう。スピーカーをあれにはっつけて。いやすごいっすよこれは。もうキャンプじゃないっすね。もうキャンプじゃないっすね。キャンプはねしなくなりますね。なんで結局キャンプ場っていうよりかは RV パークっていう、はい、ところに行く方が多い。入れるもんなの？入れるところは少なくなるっていう。少ない、だいぶ、うん、だけどもうそれはあの割り切るっていう感じかな、うん、これぐらい大きいのやっちゃうと。でもこう地方行けば1個ぐらいはあるね。だからもうそこに行ってドンと構えて、でその周辺を旅するっていう旅のスタイル、ヘッド車だけでね、ヘッド車だけで旅するっていう、うん、そうなりますね、うん、いいですね、理想的です。ありがとうございます。まあ本当の理想を言えば、うん、やっぱ僕らはそのでっかい車がキャンプ場でも入れたら、そう ね海外みたいに、うん、キャンプ場にを拠点にできると一番いいなって思うけど ね、うん、確かにそういうインフラをだからね、うん、そうなんですよね。日本の方たち作ってください、うん、作ってほしいですね。キャンピング、うん、でっかいキャンピングカーで行けるようなところもね、はい、キャンプ場ねあるといいかな、うん、まさにここがそうだよね。うん、そうだね。ここは大きいトレーラーも、うん、まあ、これが入ってくるぐらいだから。そうだよね、うん、入れるキャンプ場で。そうですね、これ家入れます。なるほど、ありがとうございます。とんでもないです。ありがとうございます。じゃあちょっと外に、はい、行きましょう。はい、このステップ3段ある。ちなみに収納とかも結構でかいんですか？収納はまあ、まあ、収納がね就寝人数が多いトレーラーだから、はい、あんまり収納それはねそんなに。あ、でもあっちまでスルーしてる、あっちも使えるんだけど、はいはい、でもでもいやほとんどの家族8人分の椅子と、うん、キャンプ用品ここに入っちゃうね。そう入っちゃう、うん、ポタデンも入ってたり、あとはガスコンロとかも全部この中に入っちゃう、うん、まあこと足りるかなっていう。へー、感じかな。オーニングでか。オーニングもねこれね、はい、自動なんです。自動、まあそりゃそうか、手動じゃ無理だもんね。わ、すごい。なんかちょっと壊れてるね。あれなんかおかしいよ、ここが引っかかってんだ。おわおわ、あ待って、コウスケさんこっちが出てない。おかしいね、こっちが出てないな。そっちは出てた。うん、こっちは出てた。でも最初は両方出てなかった。なんかきっかけが必要かな。あ、でもそうかも。これが、ね、これついてくるだけなのか。そうだね。うん。ああ、いけたね。さすがアメリカ。これ、いつ戻んなくなっちゃうか心配で。コウセイさん、はい、いつ閉じなくなるか心配で。確かに。すごい。すごい。なんじゃこりゃ。これ全然風もいけそうだね。そうだね、ただあんまり結構な強風の時はもう閉じちゃう。確かにちょっと揺れる、ちょっと揺れる。でもまあこれだけあれば、うん、ある程度。いやいや、すごい、すごい楽しみ。全然濡れないっすね。全然濡れないっす。でさっきのスピーカー、ここにスピーカーついてる。あ、そうなんだ。スピーカーなんだね。そう、換気かと思ったわ。音楽がもう聞けますと。すごい、はい、これは水道？これは水道。あ、排水。そう、給水。あ、給水。そう、で AC ついてて。おお。でこっちが、ブラックの洗浄。へえ。トイレの洗浄。洗浄。あ、後ろのあれ見てみる。スライドアウト出るとどうなってるか。え？あ、見たい。ああ、そっかそっか。そう、こういう感じですね。おお。あ、すごい。そう、この箱がそのまま出て。なるほどね。で引っ込んで開いてみたいな。すごい。あそこ電気ね。そう、電気です。であとシティウォーターと。はい。こういう機能です、ね、ちゃんとここにも窓ある。そう、窓ついてるの。すげえわ。すごいね、こういう機能なんですね、はい、いやすごかった、ありがとうございます。とんでもないです。こんなのついて、めったに見れないよ。なんですか、もう家の室外機が、はい、富士山ナンバーなんですね、ここは、ね、富士山ナンバーです。なんか山梨も富士山ナンバーがあるんだよね。そう、山梨と一緒に合同で、うん、合同なんだよね。そういうの山中湖とかここ富士山ナンバー以外はそういうのないもんね。富士山ない。ね、そういうのはない。山梨と静岡が同じナンバーを使ってる。そう。富士山ナンバー。県をまたいで。そう、すごいよね。うん、すごい。まあいろいろ大人の事情があったんでしょうね。なるほど。そうなんですけど。はい、ということでですね、はい、見せてもらいました。見ていただきましたね。はい。
ありがとうございます。ありがとうございます。半端なかったわちょっと家ですねこれはね。でも中古で買ったんですよね。中古で買いました。なんで値段も、まあ、500いかないぐらいで買えるんで、いい中古をやっぱり探すと、なんかいいんじゃないのかなと。今これ多分すごい高騰しちゃってるんですよ今。キャンピングトレーラー業界今これだと新車で見積もり取った人が同じレイアウトで1200万とか400万ぐらい、もともとは1000万弱だったんですけど、新車で800万ぐらいだったんですけど、一気に上がっちゃって、円安とかもあって、円安とあとウッドショックとスチールショックとか絡めてそんな感じになっちゃったみたいですね。ぜひぜひちょっと参考になるか分かんないですけど、ちょっとこれはね本当にあのいきなりこれを見ちゃうとね、うん、おいおいやりすぎだろうっていう感じかもしれないんですけど、いろんな種類がね、ありますので、まあでもちょっと夢ある感じを見せてもらいました、うん、とんでもないです。さすがビアゲインのねオーナーさんだからできるスタイルですね、はいはい、まあそう止める場所もね、うん、あるからっていう感じ、広さがね、はい、ないとねあれだから、うん、ハルピンどうですか。もうすごすぎて、私が初めて、うん、借りた賃貸のワンルームより大きかった本当そんなレベルだね。やばかった、ね、確かに8畳ぐらいは多分 ね、あると思いますので、はい、ということで昴生さんのね、はい、チャンネルの方でもいろいろ紹介されてますし、あのそれこそ僕ら そのキャンパーさん取材みたいなトレーラーのオーナーさん取材やってますもんね、うん、はい、やってますやってます、うん、そういうのもいろいろ見れるんで、ぜひぜひ、はい、見ていただけたらチャンネル覗いてみてください。ありがとうございます、はい、ということで僕らの方のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。よろしくどうぞ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなり。さよなり。さよなり。あざした。あざした。あざした。ありがとうございます。ありがとうございます。あざした。あざした。